周りと、各種補強、ですね、スタビライザーも入ってるんで、いいかな。うわ、なんだ、曲がるな、この車。やばいな。そうですね、このコースだと、路面のアンジュレーション、凸凹、凹凸多いので、なんていうんですかね、ストリートでね、ストリートでも、どうかっていうのがすごく分かりやすいサーキットだと思うんですけど、ものすごく、乗り心地よくて、サスペンションの吸収率とかすごく良かったので、まあ、タイヤも、配当がノーマルよりか、薄いタイヤなんですけど、サーキットで、今走ってないんですけど、一般道で走ったとしてもかなり快適に乗れるんじゃないかなと思います。まあもちろんサーキット出してもロール感も少ないし、そこら辺、気持ちよく走れると思いますので、うまく両立してる足だなと思いました。前後バランスとかはどう？アンダーステアがよりもっと出るのかなと思ったんですけど、まあ正直な話びっくりするぐらい車自体は。FF らしからぬ曲がりますね。まあ、限界性能はものすごく高いです。まあ、それはやっぱりその各種補強パーツがいっぱいついてるんで、そこら辺もこう、その限界性能アップに、起因してるのは間違いないと思いますね。ってことは足回り の, そのサスペンションの 車高調と、ボディの補強っていうのはバランスも、うんそう、はい、まあこれだけコーナリングスピードが速いと、やっぱりそのボディ剛性とかもね、すごく重要になってくると思うんですけど、これだけボディ剛性が高いから、あれだけ速いコーナリングスピードでも、まあ、コーナリングスピードを可能にしているのと、そのコーナリングスピードでも、ドライバーがこう不安感なく走らせられる、怖さは全くないんですけれども、ものすごく速いスピードで結果として旋回しているっていう、まあ、結構僕の中ではすごくびっくりするぐらいパフォーマンスは高いですよね。まあ、全部がだからバランスがボディ補強を足回り、そこら辺のバランスが噛み合っての結果なんじゃないかなと思いますけど。